内部断層画像を撮影する装置です。放射線を使わないので妊婦や赤ちゃんにも使うことができます。また画像の解像度が非常に高いので、従来の検査機器では分からなかった小さな移植や歯の内部の変化を正確に画像表示することができます。そうですね、我々、通常歯の内部レントゲン写真とか使って見てるんですけども、患者さんは私どもが思っていたよりもご自身の歯の中の状態というのを知りたがっていてですね、一度使うと患者さんがこの歯も見てください、この歯も見てくださいといろいろ要望が出てですね、こういった歯の中を正確に見ることができる画像装置のニーズというのは高いなと感じております。やはり歯科治療というのは自分で見えないところを治療されるわけでして、患者さんはそのある程度不安を持ってですね治療を受けられると思うんですね。その中で歯の中の情報を正確にその場でお見せできる装置というのは患者さんにとっても安心感を与えているかと思います。歯科治療は歯を切削して、歯を削ってですね攻める治療と、あと移植の場合進行していない移植は再石灰化治療とあります。歯を削らないで再石灰化する治療です。それはどちらの治療を選ぶのかっていうのはやはり正確な画像診断がベースになりますので、そういうような点においても放射線は非常に利用性の高い装置だと思います。薬事の承認が2010年に取得されて、それで、臨床で使っていい装置としてもう普及する段階まで来ているんですが、昔から大学ではこの装置を先進医療として使うように準備するようになります。そうですね、10年以上前から国立長寿医療研究センターと共同で研究開発を行っています。それにその研究ですね、昭和大学、それから岡山大学も加わって産科学の連携で研究を行っています。やはり患者さんはですね、なるべくこう自分の歯を残したいというご要望の方が多いですから、そのニーズに応えるためにこういった診断機器というのはとても重要かなというふうに考えています。先ほど島田教授もおっしゃられたように、患者さんが本当に興味を持ってですね、治療 その診断に使って、あと治療方針に大きく影響を及ぼすものですので、これから普及していってどんどんこう、治療の範囲が増えていければいいかなというふうに、形が大きいところですとか値段のところですとかいろいろクリアしなきゃいけないところもあるのかなという感じはしてますけれども、ニーズのことで考えますと必ず広がる